お疲れちゃんです、メリークリスマスということで、いつも通りね、クララの方をやっていこうと思います。クリスマスです、クリスマスなんですけども、まあお家でちょっとゴロゴロしてますんで、本当にいつもと同じです、いつもと同じなんですが、まあ、ちょっとおもろいデッキやりたいなということで、クリスマスなんで、まあクリスマスといえばエリババレージだと思うんですよ僕の中ではね、僕の中でのクリスマスはエリババレージなので、まあ、エリババレージにちょっとクロスも添えてね、そうクロスボーエリババレージっていうちょっと進化させたクリスマスデッキでね、やっていこうと思います。はい、でなんか今ねちょっとレイジ大会来てるんですよ、グローバル大会で。そうレイジ大会のおすすめも紹介しようと思ったんですけど、のゼロで負けました。はい、なので今回動画上げません、上げないんですけど、一応なんかね使用率勝率なんか使われてるデッキの、まあ、人気ランキングの1位が一応この虚数系の小屋小屋だったんですよ。てかまあトップ5ぐらい全部小屋小屋でしたね。まあ、レイジモード常にレイジかかってるんで、小屋置いとくだけで強いよっていうので、まあぜひちょっとまあ参考定点にやってみてください。まあ僕はこれ使ってねゼロで1発ついたんで、人気ランキング1位はねちょっと信用してないんですけど、はい、なんかまあ小屋小屋が、ね、強いらしいです。トップ5全部小屋小屋でした。ということでやっていきます。さあ皆さんね、クリスマスいかがお過ごしでしょうか。本当にまあ動画投稿が上がってない YouTuber はね、もうそういうことです。皆さん僕らの敵ですからね、動画が上がらないなんてねありえないですよ。だって暇ですもんクリスマスというと暇ですから、はい、動画はそれはね上がります。僕もちょっとね上げるのちょっと遅くなってるかもしれないですけど、寝てただけなんでね、ちょっとはい、そこはね、許していただいて。さあ、あと、うん、わけね、エリボンも置いて、なんかいっぱい置いて、なんかパーティーできそうだな。俺はね、ユニットたちとパーティーするから、あ、やべ。なんか動揺が。さあ、ボーラーか、いっちゃおうぜ。まあ、スケラか、バルーンだと思うんですけど、そうっすね、バルーンだった時に、アチャクイをボーラーに合わせてしまうと、このバルーンがね、止まんなくなっちゃうので。なんか迎えに、はい、おお、アチャクイマジで偉いな。アチャクイもちょっとクリスマス仕様になってるのか、立ち回りが。そう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 、エリボン置いて、エリボン置いて、そのエリババレイジもね強いんですけど、クロスレイジっていうのもそこそこに熱いので、おなんか、おわすごい。でも俺にはねこのエレスピという名の、おいフリースかも怖い。あでもこれやべえな、冷静にバルーンくるくね。どうされるんだろう、いっちゃおうぜ。なんか一旦試しのエリババ、あうんリアジュアピか、おい、あ俺感情がつって、クララは今やめるみたいな感じ。そクリスマスだからってちょっと言い訳にできるやつですね。はい、まあ、エリババが刺さって終わりです、終わりです。はい、777、これはもう、ね、幸運の女神が降ってきてます。よいしょ。さて552なんですけど、一番削るの難しい、やばい暇すぎ。まあでもね、クリスマスだったんで、チキンはね、食べましたね。なんかクリスマスチキンみたいな。久しぶりに、久しぶりに食べました。ああ、これ、レイジ落としちゃおうか。ケーキも食べました。はい。なんもしてない感出してますけど、ケーキとチキンは一応食べました。はい。美味しかったですね。やっぱケーキとかね、あんま空気がないんですから、こういう気持ち。さあ、リババクロスレイジ。やっちゃって。今エリボンが強いですねというわけで、まあでもクリスマスってケーキ食ってチキン食うぐらいしかすることないと思うんですよ。どうなんだ、何すんだろう。 あとはなんかクリスマスイベントとかがなんかやっぱ東京だとねあったり、大阪とかでもあんのかな。そう、岡山住んでた時はまあなかったですけど、まあ駅のちっちゃいね、あなんか、あなんかみんな騒いでんなぐらいの感じでしたけど、もう本格的ななんかクリスマスイベントみたいなのがあるのは
あー、こかつ、これロケ打たすか。ちょっと良かったっすね、クリスマスイブ。クリスマスはもう2週間ぐらい前に行きましたけど、クリスマスイベント、これどうしよう。お、殴れんじゃね、吹き矢を。お、すり抜け。いやマジでこれでダメージ取り返せるのが熱いな。あ、やばい、あいつ煽ってやがる。スライスミスった。にょ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 、怪しくなってきたぞ。まあ、だがしかしよ、間違いなく相性はいい。マジでクリスマスにクララはして負けたらもう絶望よ。あの勝ってギリギリですからね、もう負けたら本当絶望ですから。これで何をやってんだと、ツイッター開いてみんなが楽しそうな試合楽しそうな、なんか映像動画写真を見せられながらの、俺に、ね、何をしていると。クララで勝ってばいいんだ、勝てばリア充してるって言うんだよ。それふっ、ふっ、はい、あれ、なんかマイティもプリンセスもいたのに刺さってんだけど。はい、はい、まあ、あの一つちょっと誤解をね生みそうっていうか、まあ、一応言っとくと、いや言わなくてもいいかな、多分コメントで、まあ絶対言われるから言っとくか。サラさん、彼女と別れたんですかって多分ね、昔なんか発表したことがあるんですよね、謎に彼女いますみたいな。そうなんで、あ、別れたんですねってコメント来そうなんですけど、あ、続いてます、はい、全然続いてるんですけど、クリスマスだけ振られるっていう、あの悲しい感じです。振られるというか友達を優先されましたね。なので僕も皆さんと一緒です、仲間です。もう何が重いんだ、お前クリスマスにお前負けてるぞ、お前いいのか、クリスマスじゃねえのか、海外はそんなパターン。はい、さあエリーババね、ちょっとクロスレイジとかも刺してはいきたい。うん、まあ優先順位というものがねやっぱあるんでしょう。おぉ、クリスマス用に真っ赤になってやがんな、あれ。名前がなんかたまにいますよね。やり方知らないけど。レインボーにしたいね。お、さあ、神器です。天才的なスケルトンなんだけど、いや、戻りすぎー。飲みすぎる。さあ、ここはね、高めの着衣とかで。わあ、いいファイボ、それは。いやー、使いたくないけどな。これ、やるっきゃないっしょ。ナダルも言ってる。やるっきゃない。行くっけね、行く、いやー、全然だな。いい防衛されますね。ちょっと相手もレイジだ、まあ、レイジなんかねバランス調整されたんですけど明らかに弱くなってるっすね。うん、本当にすごいね、ぶっ壊れみたいな言われてましたけど、まあ、僕は言ってないですけどね。よいしょ、鬼弱になってる気がします。いけ、ペッカが間に合うか、エルボーで削ってくれね。なんか本当にめちゃくちゃ強くなりそうな感じはあったんですけどね、そんなうまくもいかないよと。マジ高山チクリ最強だからな。
ちょっと、まあ、なんでガインすんのそれ。あのアド。いやー、チュピ成長。やば。暇だし。マジこれも全部アドっす。マジいつ置く？今でしょ。あー、やばい、だいぶ。やべ、一回やってみるか。が欲しい。お、え、練習うまっ。あ、でもこれは今から勝てる。許容からの、まずはクロスレイジー。うーわー、レイジー防衛が。あ、でもなんか、あ、なんかぬるぬるぬるっと終わりましたね。クロスで勝つばいいのか、エリババで勝った方がいいのか、なかなか難しいところではあるが、エリポンで勝ってます。起きた。さあ、ジョジョルテオン、よろしく。君もね、クラロワが好きなんだね。ラバ、チエンスケラ、ロイ。あー、レイジ落としちゃよかったな。まあいいか。さ、スケキンディガー、墓石。あー、ラバっすね。この受け苦しそうだけど。あ、待って、ミスったけど、もう出したし、行く。よしよしよし。圧着横からね、回さないといけないです。1コス3枚と何かでか。ちょっと早かったか。あ、でもレイジが強いな、これ。ウッドとかだったらだいぶ渋かったぞ。墓石。ああ、うまいな、なんか受けが。あとはタワーで頑張れ。さあ、これはね、ディガー相手使ったんで、クリスマスエリポン、いつもより2倍エリクサーくれます。いっちゃって、クリスマスクロスボウ、いつもよりダメージ2倍。気持ちはね。守れない。いや、これどうしよう。こうね、すごいぐらい空飛んでるんですよ。
でもクロスは刺さる。エリババも刺さる。一発殴ってこい。お、殴ってる。えらい、えらすぎる。さ、これちょい怖いっすね、マジ。危なかったな。オバもスケドラもなんか飛んでる奴らが厄介すぎたけど、今回に限ってはマジレイジのおかげがあったような気もする。アンディとりあえずエリボン来ます。タワーの方がいいのかな。めちゃんこ微妙このレイジ。フリーズやめて。おい、さあランパーだと、まあ、ゴレかバルフリーぐらいしかないので、エリポン後ろに置いちゃおう。ここでディガー来たら無理。いやー、これ最悪の11交換。あー、これやべえか。いや、ダメージは一応勝ってはいるので、まあ悪くなかったって思います。悪かったとしても悪くなかったことにこの後のプレイでできます。はい、何でもね後から調整できるので。お前もかよ、それだるいって。削りたいっすね。マジめちゃくちゃ卵産もうとしてるよお前。うまい、うわ、マジか。いやー、これはここで一本落として気合の対応しなきゃやばい。うわ、マジでやべえこれ。どうしよう。うわ、めちゃくちゃいいこれ展開。分かってんね。エリボボ、うわー、これやばいな。決着序盤でつけれなかったのだいぶ響いてくる。公園の空がやばいっすね。やべ、あー、もうマジで。
あーもう絶対耐えれてたなこれ。もってね、レイジで追いつけねえかなあれ。あーマジでもってね。最近なんか一コスの3コス1コス、くそー悔しい悔しい。さあよろしくやるな。どういう意味でしょうか。クリスマスでのやるな。さあロイかな。あロイでしたね。わあこれちょっと痛えな。痛えけどここは我慢のエリポンっすね。ライト使ったんでここで来てもトリトン。よしよし。これなんならそう、あフェンクスは強いって。走ってなんかありそうじゃね。んにょーめっちゃ強いやん。いやリバレージって思ってる以上にダメージ出るっすね。これ消える必要なかった。あと300です。さあでライトなのでもうエリポンアチャクイエリババのクロスかもう含めたらどこか絶対残るっていう。さあでもライトニング打つでしょう君は。なのでもうクロスを置いちゃいます。置かない、置かないとエリポンの無限ループそしてエリババでロイは守れる。まあ一瞬には。おお、いやもうこれ全然美味しいです。はい、これはねもうエリポン貯まるだけで次ロイジャー来てもエリババで守れるんでもうサイクル入ってるっすね。でトリトンが警戒っすねロイ来たら。なのでこんな感じでレイジ防衛もすることによってストホーム完封そしてアチャクイも出してあげて。さあでここで一回エリポン置いちゃいます。やべえかこれもしかして。いやでも全然熱い。さあでまたフェニックス用に出してライトニング打ってくれたら、別にいいです。打たれてもなんならうちのエリババはこれいっちゃおうぜ。いや絶対クロスの方が良かったんですけど間違いなくきつい。こんなんスパイスペア行ったらもうレイジで削れる。さあリーババレイジアチャクイ、消えてレイジ落としてうんぐさおい。さあエリババアチャクイ、いやこれなんかねもともとエリポンクロスの方をちょっといじってるだけなんでまあ当たり前に強い。皆さん良きクリスマスをお過ごしください。